今月はね、お笑いライブに行くペースがね、すごい多いっていうね、多こいとでです ね。ね。二人で行くのも多いけど、私はね、一人で A マスト行ったりとか、あったりはするんだけど、それで以外も結構多い。我々、結構ね、お笑いライブ行く習慣は、2年前のね、8月に、福岡吉本の劇場がさ、できて、当時ライブがね、本当に全然さ、音楽ライブが全然なくなってた時期で、ああ、そっかそっそうか。そうそうそう。だね。もうその、生のエンタメを求めてね、公開ショーの劇場に行ったりしてたわけですよ。そこから私はね、だいぶね、お笑いにそうよね。詳しくなったというか、だいぶハマって、それまではもうエレカタしかライそうブでね。は、ね、見たことがないってぐらいは。つくし会館と。そう。スカラエスパシオ。そうね。スカラエスパシオ、あれじゃ、地下にあるやつでしょ？そうだね。初めてがそこで、その次はつくし会あ、館だ。ここマジで、でもライブとかもやってたりするし、あ、そうな握の。手会なんね、俺の、思いああ、イ出というメーか、ジ。印象ああ、としてそうは。なんだ。とか、やっへえ。て、いろいろやってね。あ、でもラバーガール見たわ。確かそこで。あ、スそカうラエなスんパシオだ。で。そうそう、ラバーガールとの、アフタートークみたいな、その終わってからのトークみたいな、そこまで全部コントやって、で、大体終わってから、まあちょっとこうコーナーじゃないけど、トークみたいなのやるけど、そこでもラバーガールはその、ホワイトボードに今できるコント一覧っていうのを書いて、お客さんから、これやってほしいのありますかって言って、コントをやり続けて、アフタートークずっとコントっていう、ええ、すごい。もう、コントすぎ、あの人たちはっていうね。いいね。っていうさ。ところで、まあ、お笑いライブの、今日はね、最近見た話をしていこうじゃないかということで。2本二立て本で。立てで、一本目が、ランジャタイと浜口浜村。こちらのね、ライブと、で、二本目が、チョコレートプラネット。3年ぶりの単独ライブツアー。チョコホリック。チョコリック。こちらのお話をしていこうかなと思っております。こんばんは、クラゲの人々通信です。私が月の人です。私がナマズのお化けです。このポッドキャストでは我々夫婦ユニットクラゲの人々が日常で触れたポップカルチャー作品や様々な物事についてあれこれおしゃべりしていく番組です。ランジャタイとね、浜口浜村のライブに、ツーマンライブに行ってきたわけですよ。9月3日土曜日、行ってきました。東別院ホールね。初めてのね。初めての。東別院、でかかったですね。でかかった。神社？神社じゃない、ごめんなさい。あ、もう、許してください。お寺おでし寺ょ。ね、許してください。おかしい方たち許してください。お寺でね、親鸞先生のとこの、そうそう、書いてあったね。なんか名古屋のでっかいとこってあるんだよね。大きかった。一瞬なんか50周年みたいなのが見えたときに、あれ？新興宗教の施設かと思ってちょっと一瞬身構えたけど、安心してほしい。850周年だったんね、だよ。看板にね、書いてあったね。びっくりですよね。まあそんなね、歴史のある、寺院の寺そ院ばね。にあるね。ホールで、ホールでし450人キャパのホールでょ。大ね、きかった大きね。かった。かなり大きかったね。意外とね、ないよね。500人ぐらいのホールって意外とあんまりない気がする。福岡は。あ、福岡はあんまない気がする西鉄ね。ホールとか、JR 九州ホールとかは、あ、そんな感じかなと。そっかそっか。そこでね、ランジャタイと浜口浜村の、ツーマンライブですツーよ。マンライブね。ソールドアウトだったね。ああ、そうね。びっしりお客さんいびったしょ。ね。ランジャタイはね、もう皆さん結構知ってるかもしれないですけど、ね、もう言もうわ有ずと名知れ人。た、去年の M1 グランプリ、2022、2021、決勝、最下位。で、知られる。大会なのに、
バカ売れしてるようなじみの ね、まあ非常に奇抜な漫才、はい、漫才か漫才じゃないかとかのレベルではない、はい、奇抜さのやつっていうのね。で、浜口浜村さんっていうのはもともと名古屋吉本に所属しておられて、うんうん、まあ上京し退社して上京して、まあ、魔石に入って、でそこでやってた三四郎とかとのライブとか地下ライブで、ランジャタイと知り合って、で、まあ、国ちゃんはすごいそのランジャタイね、国崎さん黄色いガッチャマンのジャージだね国ちゃんはそのすごい衝撃を受けていたという、うん、とで、まあ、すごく2組親交が深い2組だったんだけども、浜口浜村さんは2015年に解散してしまって、うんうん、ね、うん、で、まあ、一瞬で2018年に復活したんだけども、うん、M1 1回戦落ちっていう結果になって、うん、だその意味も4年ぶりのね復活っていうかなり長い。そうね、浜村さんの方は、うん、ピン芸人として活躍されて、フリーでね活動されてる。フリーなんだ。フリーで、フリーですよ。マルセイユの別府ちゃんの お母さん、ね、お母さんと同じ聞いたことがなかったからね。福岡でフリーね。福岡でっていうのがね、ま、ね、東京でフリーですからね。で、その、うん、相方のね浜口さんの方は、うん、まあ名古屋の方に戻っておられて、ね、で、まあ会社員をやってるって言ってね、うん、まあそんなね、普段は平日はサラリーマンなのかな、うん、として働いておられる、ね、まあまあこの東京と、まあ、名古屋公演でね、にやかぎ復活って、うんうん、まあかなりね、うん、そういう物語性もあるんだけど、うん、まあ、ただ笑うっていう時間が多すぎるっていう。そうね、そうそう。感傷的にはね、あんまなってなかったのかな、ね、うん。ね。でもやっぱオープニングがね、うん、その、チェコノーリパブリックのね、うん、ノーウェイ。ちょっと生園さんね、ちょっとね、うん、暗闇の中で。そう。開演時ね。うん、女性のトイレが長蛇の列でね。すごいよね、本当に、ね、うん、トイレのね列、ほん十分の1ぐらいだもんね、男性って本当に。そうね、うんうん、全然列並んでなかった。並んでない。うん。そう、数が少なかった。思いっきりね開演時間超えてね。そうね、並んでたらスタッフさんが、そろそろ開演時間になりますのでよろしくお願いしますって言ってくるっていう何かとは言わないけど行動をよろしくお願いします、そこんとこよろしくねっていうね、ニュアンスが面白かった。確かに指示とかではないよね。そこんとこよろしくだよね、まさにね。それが個人的に面白いなって思いながら、ね、確かに。でも私はちょっと我慢ができなくて、ね、いや言ってね、いや、よかった、ギリギリね、その、うん、チェコのね、そうそう、ノーウェイが流れてる時間ぐらいに座れたから、うろ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 うみたいな、ようやくたどり着いてね、うん、よかったけど、よかった、間に合って、うん、まあさすがにね、そのオープニングはね、さすがにこのクニちゃんの大好きな曲でね、うん、始まってさ、うん、ノーウェイ、ドンチェンジ、ヨーアウェイ、問題はない。Don't change your way、 大丈夫だよって曲なんですよね、サビが。素敵やね。そう、うん。ドラゴンボールのね、曲だったんですよ。あ、そうなんだ。白のソフト。ドラゴンボールの曲だった。まあいいや、それは。でもまあ、チェコ、だけメジャーでこう仕掛けていくときの曲、勝負曲だった記憶がある。そっかそっか。そういうのちょっと相まってね、うん、なかなか良かったなと、うん。ただまあ、始まったのはね、1本目がさ、ランジャタイのさ、うん、終わらない拍手っていう。いや、びっくりしたよね。えって思って、これがネタなのみたいな感じでね。あのね、タモさんでおなじみのね、うん、ほら、パン、パパパンを、そうそうそう、うん、10分ぐらいずっとその、ね、いろんなリズムで。うん、終わらない。終わらない、うん。その、誰が不安になってもおかしくないところを乗り越えてくるからさ。うんうん、すごいね、でも、その、クイーンちゃんいろいろやっていく中で、その、裏を取り始めるって。ああ、そうそうそう。時間があってね、うん、ああ。私、非常にこうリズム感がね、やっぱないんだね。うん、あの時点で俺は手拍子を放棄したけど。
確かに徐々に遅れ始めたなって思ったら、そう、あ、やめたなって、そうそうそう、バレてるってね。私もこっそり遅れて、遅れてね、そうそう、釣られてた、そう、国ちゃん合わせになっちゃった、裏を取りたくなっちゃう、そうっていうね、うん、いや、そういう本当に10分ぐらい拍手をし続けて、うんうんうん、で、まあ3分ぐらいなんか思い出話みたいなのを喋ってね、うんうん、そうね、うん、いきなり雨宮のね私雨宮好きだからさ珍しいのよそれは、ね、芸人の歌唱が好きなのよそうね、そうね、うん、歌がね好きなの、あの部分をね、うん、あーっていうね、冷やし中華の、うん、一番ね面白いところですよねいろいろね聞けてね嬉しかったためだよ ね、うん、そ, うね、その後もねいろいろ出てくる、そうまさか雨宮が出てくる、うん、これ生田さん喜んでるなと思ったけどねバレてる、くにちゃんの生田さん、うん、生田さんじゃないの雨宮さん混ざっちゃった、混ざっちゃった、うん、で2分ぐらいちょっと、ね、だけネタやって終わりみたいな感じで、そうそうそう、1本目はね、うん、そう、あれびっくりした、構成がむちゃくちゃだからね、いいね、うん、でも浜口浜村さんもとね、まあ、交互にやっていく構成だけどさ、うんうん、こう1本目はねこの結構 名作ネタ2本みたいなさ、うんうんうん、面白かったね、面白かった、うん、びっくりした、そう、うん、知らない人たちだと思ってたからさ、そうそ う, そ う, そう我々はね全然やっぱ知らないんですよ、うんうん、浜口ちゃんもギリギリ名前はそれこそクイーンちゃんとかアルコ&ピースとかが言ってると、うん、言ってる名前として知ってはいたけど、もうどんなネタをするかとか全然知らなかった、うん、活動してた時期がちょうどお笑いブームがなかった頃だよね、2015年までっていうのは、苦しい時代、苦しい時代だったよね、うん、あの M1 も終わってみたいな、うん、キングオブコントを優勝してもなかなか売れなくてみたいな人たちが多い時期 で、YouTube とかも発信するとこもなくてみたいな、うんうん、だからこう人に苦しい時期だったんで、あんまね情報が入ってこないですよね、東京のね、うん、全然知らない、そ地下なんて知らないわけよ、そうだね、うん、三四郎がちょうど2015年その解散する時期ぐらいにぐっとこう出始めたっていう感じ、全然知らない人だった、浜口浜村に関して、うん、面白かった、面白かった、今の方が受けそうだと思ったけどね、今の時代の方がなんか、そっかそっか、うん、やっぱなんか、うん、結構テクニカルというかね、うん、いや見た目とのギャップがあるじゃないですか、そうそうそう、すごい2人ともスラッとしててそうそうそう、割とそのイケメン的なね、本当に2人ともね、うん、ハンサム系だよね、そう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 、がねそう、まあ確かにボケのね浜村さんの方は、うん、まあ変そうだなっていう雰囲気は、まあ、うんうん、浜口さんが、うん、そのね1本目のビビリのネタでもそうだけど、うんうんうん、やっぱそのお前も変なんかいっていうのは、ね、そうね、そう、あの振りが効いてるというかさ、あ、うん、確かにいいよね、ずるいよね、見た目の時点でも振りがしっかりしてそうっていう、そうそう、うん、ね、まあ良かった、すごい。良かったよかった。そのね、空手のネタっていうのをまあこうずっと反復していくようなネタなんだけど、うんうん、最後の方やっぱちょっと最後、うん、最後の最後でちゃんとね浜口さんがその空手って言ってその全然知らない動きをしだすっていう、うん、こんな、うん、こんなオチがあるのかっていうか、ね、結構こう舞台を広く使うタイプだったね。そう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 、ピッ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 あの急激な展開っていうのはクニちゃんに確かにちょっと影響を与えてるのかなと思ったり、そっかそっか、うん、それをもっと過激にしたくなって、そうそうそう、もっと早いテンポで急激な展開が起こり続けるっていうのがそう、ね、ランジャタイムやっぱその受け継がれてるなって、うん、確かに、うんうんうん、やっぱそのシュールとやっぱ狂気 の、 やっぱその配分が違うっていうかね、その、うんうん、ランジャタイムはやっぱ狂気強めそう、ね、シュール強めの浜村、浜口浜村、うんうん、なんかそこがすごいね、よかった、うん、空手のテンポすごい、ね、すごい良かったよね、うん、いや驚くべきはね、そう、うん、だからステージ復帰みたいなのは本格的にしたのは、うん、だからこれが本当に7年ぶりっていうさ、うん、信じられないよね、うん、やっぱ芸人さんのその、ね、テンポ感っていうか、間が絶妙、そうそうそう、完璧だったね、これもすごいなって、やっぱ、うん、
やっぱその根底にはやっぱ芸人があるんだなって思ってたのがね、ね、ちょっとやっぱ浅草キッド的なねこう、うん、物語をやっぱ思い浮かべるわけですよ、やっぱね、あんちゃんつってさ、たけしの話題も出てたしさ、やっぱりそうね、そう、ただそんな浅草キッド的な感じかと思いきや、やっぱ MC でその浜口さんの基人っぷりがね、どんどん、ね、すごかったね、打ち上げに行った行ってないよね、行ったよっていう、3対1でも言い続けるとか言ってたね、すごいね、うちなるストレスがこう出てる気はしたけど、ちょっとなんかね、確かにね、会社員生活のさ、一番変だったよね、 MC ではね、クリちゃんが一番まともまともに見えたね、唯一仕切ってくれてたから、そうだね、っていうね、まあそんな、はい、浜浜さん、うん、まあ、あとだから3本ずつね、ネタをバーってやるわけだけど、うんうん、私そのランジェって2本目のね、うん、その誕生日のネタその昔の自分にメッセージを送るみたいな、うん、ゼロサイド勝っちゃえっていうね、勝っちゃえね、あれやっぱすごかったね、うん、なんか本当にすごいお笑いを見たなって思ったけどね、確かに、やっぱ15分の中 の、 その10分目ぐらいで俺の大好きなパート、うん、その武田鉄矢オールスターズっていうのが出てくるんで、うん、それやっぱ M1 でこれをやるってなると難しいと思うので、うん、あ、本当これはね、15分味わってなんぼみたいな、確かに、ほぼリズム芸みたいなとこね、あのテンポ感というか、うんうん、ね、武田鉄矢の名フレーズとかをこうサンプリングしてこうつなぎ合わせていく、うんうんうん、リミックス。リミックスだったね。リミックスみたいなことやってて。うん、DJ だったね。あれはいいよ。やっぱ表情もいいしさ。いいよね、まあ。マイムの良さっていうのはね、こう、ね、その国ちゃんの魅力ということで。うん、動きが素晴らしい。綺麗とね。うん、表現力。やっぱ表現力なんだよね。あ、お笑いっていうのはさ、うんうんうん。そうね。あと、私、国ちゃんが、たまに自分で笑ってるの。ああ、いいね、あれ。あの急に我に返るのは自分なんだよ。で、また戻るから。伊藤ちゃんも全然突っ込まないからさ、突っ込まずに入っていくのよ、どんどんさ。うん、何それどういうことみたいなさ、聞いてくる方だからさ、やめろよとかじゃなくて、うん、その誰もがやめろよって言うべき拍手のやつでも、何何としか言わないから、やっぱあのね、どんどん醸造されていくね、空気がね。本当やね。うん、マジヤジ飛ばしたかったよ、もう本当に。いい、終われよ。ヤジを飛ばしたくなる漫才、ね、うん。よかったです。うん、いろいろね、まあ浜口浜村さん二本目のネタは新ネタだったりとかさ、非常にね。うん、これがその満を持して7年目に新ネタするのかっていう、まあ変なネタだったよ、変だったね、うん、まあ面白かったよね、その五軍って言ってたけどさ、割と笑う、ちゃんと笑えたけどね、うんうん、そうね、うん、まあでもね、下ネタが好きじゃない人には、そうね、下ネタすぎるから、そう、最後急速なジャンプを果たすからさ、うん、あれ驚いた、うん、で、ランジャタイ3本目の釣り、うん。釣りね。これ、出囃子があのクラブナイトでしたね、アンディモリのね、うん。うん。ここだったか。パッパッパーつって、ね。いいね、あれ。趣味がいいよね。そう。くにちゃん、ね、ちゃんは趣味がいい。うん。銀南ボーイズとかさ。まあ、新生変わってちゃうのね。ロックボールなりやまないよ、出囃子って、まあ。うん。完璧だよね、なんか。ね。そうだよ。出囃子がいいんですよね、うん、釣りのネタもまあすごい良くてね、うん、まあ、これストーリーのうねりがあるというかさ、なんかこうあったね約20 24年の時を経てね、うんうん、4年逮捕されてるからね、うん、そうやった、逮捕されちゃった、ね、劇中でね、うん、そう、劇中とか言っちゃったもうやっぱ演劇だと思う、そう、演劇だよね、一人芝居だもんね、うん、すごい、やっぱ描写力がね、やっぱ脱獄できますよみたいな、そうそう、あれ面白い、なんか出ちゃうとかね、やるのすごい好きなんだよねなんかアニメみたいね、アニメみたい、そう、外国のアニメ出た、そうだ、カートゥーンアニメね、もうそれが大好きだから確かに、うん、あ、見てたもんね、ネットフリックスでさ、う、うん、なんだっけ、あれなんだっけ、カップのやつ、そうそう、カップのやつあれもさ、なんか昔のカートゥーンアニメをこう、うんうん、今
やるみたいなさ、そうそうそう、本当リブートがあったしさ、やっぱその漫画的なタッチっていうのは受けてるのかもしれない。うんうん、ザ・カップヘッドショー。カップヘッドショーね、うん、そう。めっちゃ可愛いこれ。可愛いね、これね。うん、それってカップヘッドショーとやっぱクニちゃん、うん、そう、私的にはイコールでつながってて、あのずっとね、あのクニちゃんがやってるとそれがちゃんとこう映像として確かにねアニメ化がしてるよな。そうそう、自転車をねこうずっとそう、なんか変換助走20年沼に埋まって進化してしまったね、うん、友達とかさ、そうに見えるんだよね絵がいないのに沼も見えたしそうだよな、うん、だから本当15分の漫才をその4本だから合計その、うん、なんでだよ60分1日で60分を見たらねやっぱおかしくなるよね。なるね。その後もやっぱふわふわしてたもんね、うん、見終わった。ね、顔痛かったし笑いすぎて。60分俺限界だと思う。多分見れる。なんでだよ一気に見れる。うん、疲労感もすごかったもん。単独とか彼らはやらない方がいい。気絶するみんな。そうね。あとクニちゃんも気絶する。あんな体力だったら。確かに体力ある。そう。すごい良かったね、うんうん。好きでしたね。あ、そうそう、男女だね。4本目がさ、うんうん、でも感動したというかさ、うん、ほら、我々 M1 ツアー行ったよ。その時に、うん、まあその時も本当にまあそのツアーってやっぱその今回。去年の M1 すごい吉本以外の人たちがいっぱい出てたから、うん、その吉本のきっちりとしたスケジュールをやる人と、うん、それ以外の人たちがずっと長くやり続ける、うん、そうだったそうだった、大丈夫なのかなって思うぐらい。モグライダーが11分、うん、で真空ジェシカが10分とかやって、うん、でランジタイムもやっぱもう9分ぐらいやってたっていう、ね、最後の方にその急に暗転して、うん、その伊藤ちゃんのカツラを、うん、あの奪って、うん、長野をやるっていうのノリみたいなね、うんうん、発生したノリみたいなのがあったわけですよ、うん、それを今回一本のネタとしてねそうそうブラッシュアップして、うん、その長野との契約、悪魔の契約っていう、うん、そうそう、ホラーテイストだね、呪詛的な妖怪なんだけど妖怪さん妖怪との契約、契約を結ぶっていうね、うん、非常にこう最近の流行りのちょっとホラーの感じを、ね、確かにね、そうね、呪詛とかの、うんうんうん、富山の妖怪長野っていうネタになってて、いやもうびっくりしたよね本当に、うん、びっくりした、すごい、そういうこともするんだと思ってね、長野のあれをやりたすぎてそこに持っていくための自然な流れを作ったっていう、うん、ストーリー動機もやばいし、うん、浜口浜村との復活ライブの最後のネタでそのこの別の先輩芸人の完コピをするっていう、うん、完コピだったよね、完コピだった、音もね、うん、そうそう音もね嬉しかったわ、嬉しかった、ジュン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 、うん、長野も好きだからあとあの餅湯の喉に詰めた詰まらせた、詰まらせた、ニーズマーケン、あれはやばい、嬉しかったわ、イントロかかった時。たらたた最後に、うん、その歌えるようになってからの、うん、謎の拍手ね。あ、なんかこう感動的だったよね。やったーって戻ってきた。しかもあれは喉が、のがと持ちが取れたっていうのと、くにちゃんが戻ってきたっていう喜びが合わさっての謎の拍手だったから、うん、もうね、わけがわからない。わからなかったね。謎の祭りだった。やっぱね、すごい作り込んでいくとやっぱこう、うん、もうそこに立ち上がってくるさ、うん、物語やっぱしつこくやり続けるっていうね、うん、音の良さっていうかね、うん、しつこくそこを言い続ける、うん、なんとかグミとかさ、グミね、全然必要ないところで、うん、その後に生かされるわけでもないさ、ケンジ君グミ、グミ変な丸、グミ3大好きっ子クラブ少年クラブケンジ君グミ新発売、新発売面白かった。グミなの？グミなの？グミじゃない。なんだね。ダメでしょあんなの。会話として存在したらさ。ね、本当にね、話が通じない。ステージ上だからこそ許される。素晴らしいですよ本当に、うん。まあでもね、なんかやっぱそんな人たちだけでやっぱこういうさ、うん、こうなんか先輩へのねリスペクトみたいなところとかさ。うん、あるなと思って良かったですよ、ね、そうね、最後ねウエストランドがね、うん、2人出てきてさ、うん、まあ、井口はめちゃめちゃ怒ってさ、怒ってたね、河本はたけしのモノマネをする捨てた捨てた、
あの空気感さ、なんかやっぱね、うん、いいよね、やっぱすごい愛されてるなと、ランジャタイも。そうだね、ほんと、うん、ハウシャマムラもね、愛されてたんだなっていうことで、すごいグッときましたね、なんかね、感動的、感動的ではあった、うん、ただそこは今振り返って言ってるから思うけど、 そうそう、その時は何にも、うん、ただただゲラゲラ笑って、楽しかったっていう感じ。よかったっすよ、うん、熱い約束を交わしてるね、最後ね、うん、そうね、次 M1 復活するときは、うん、M1 優勝してくれってさ、うんうんうん、そうね、ラストイヤーですよ。あ、そうなの、ランジャタイ15年目だから。そうなんだ。まあね、本当にどう転んでもいい人たちであるけど、うん、本当にね、何かおかしなことが起きてる今お笑い界ですから、やっぱりぶちかましてほしいな、うん、ね、わけですよ、うん、はい、というところで、はい、ランジャタイ浜口浜村の話でした。でした。はい、はい、で2本目がね、うん、チョコレートプラネット、うんうん、チョコホリックの、はい、名古屋公演ですね、うん、名古屋、はい、名古屋市芸術創造センター、それだ、うん、いかつい名前だよ ね、芸術創造すんだもん ね、六角形のね、そうか、六角形建築物でおなじみの、うん、独特の形ですね。まあ、チョコプラはね、我々、まあ、2年前それこそ、うん、ね、1回はネタのライブで、はい、氷室病院のネタをやる。なんか、チョコプラってあの時期の営業、今はどうかわかんないけど、あの時期の営業、うん、もうほぼ氷室病院、うん、あと、みっていう、みが出ちゃう人っていうネタと、あと、カレー屋さんの中辛、唐辛子マーク4つ分が激辛でみたいな、うん、入っちゃってるって入っちゃってるわはいはいはい、あの3つを回してたらしくて、我々のこれ見たのはたまたま氷室病院で書いてる。いや、面白かった、面白かった、うん、とかね、あと、うん、もう一本福岡、福岡、ね、福岡吉本の若手芸人と遊ぼうっていう、そう、チョコプラと遊ぼうみたいなコーナーのみのライブをね。そう、あれ謎だったよね。あれ謎だった。あれ謎すぎて、なんか俺ツイッター見返してもあの感想書いてなかった。なんとも言えなさすぎて、ね、面白かったけどね。面白かったけど。何か書き残したいと思うものだよな。そうね。うん。そうだね。私はね、3年前にね、うん、単独ライブ、ハウスっていうのを、ね、見てたんですよ。そっかそっか。それぶりってことで。うん、で、天野さんは、単独は初めてですね。うん、やたら YouTube を見てた時がチョコプラ。ああ、あったね、確か。ありました。何にハマってたっけ、何にでもまず最初は結構香水をさ。おさださんが完璧に歌うやつだな。そうだね。それ系なのかな。それは結構です。なんか、香水が流行った時期にさ、見てたね。見てた。それは見てた。あ、で、なんか、謎の PV みたいな。あ、そうそうそう。ダンサーのね。え、違う。長田さんが、なんか、すごい歌うやつ。架空歌手。あー、あれだ。うん、キングオブコントのやつ、なんだっけ、九条信明だ。九条だ。すごいあれが好きでね。確かに歌から入ってるわ。歌じゃん。やっぱ芸人の歌が好きなんだよ、ね。山本さんそうね。はい。ちょっとね、変って言われる。変って、さっきもね、話してたけど、うん、雨宮が好きだって。ああ、そうそう。雨宮は好きだったね。だったね。この回、1本2本、時間差で撮ってるけど、そうね、本当は雨宮の話が出てきたっていう。あとはオズワルドのね。ああ、そうだ。うん、畑中さん、ね、そのオリジナル曲が良かった、ね、コンビニエンスマンとかね、うん、あれさ、 T ジローズが今度カバーするじゃん。え、マジで。カバーアルバムにすごい入ってるとか、まあ、はい、そんな入り口独特な入り口の
あれあれ、はい、私はね、チョコプラも本当にコント、まあ、キングオブコント最初に出た年の、あの、うん、なんかローマ帝国みたいなネタやってたのね、うん、なんとかティウスみたいなネタで、あれ3年目だったじゃん、2008年とかだったから、3年目とかで、初年度とかに確か出てて、ちょっと初めて見て、もうなんか本当に2人ともなんかさ、うん、もう本当に見たことない人たちだからさ、うん、なんかこんな2人ともがっちり系で、みたいなさ、感じだったけど、で、そっからしばらくやっぱちょっと見なくなったけど、うん、だんだんこう、なんだろう、何で見始めたんだろう、やっぱ有吉の壁かな。IKKO さんとあれじゃないの、IKKO さんとあれもそうだけど、なんかコントはコントで別で見てたんね。そっかそっか。そうそう。有吉の壁はその単発時代からずっと出てたって、うん、面白いなと思ってた。うんうんうん。面白い、ね。非常にね、こう、はい、まあそんな、ね、非常にオールラウンダーなわけですよ、やっぱチョコレートプラネットって。そう。すごいね。どういう場面であっても何かこうちゃんと。適切なものを繰り出せるっていう、はい、うん、単独ライブはやっぱいいですね、うん、よかったね、お腹いっぱい、うん、まずセットがすごかったし、ね、あ、そうそうそう、うん、これは特筆すべき点、うんうん、だよね、びっくりした、まずあの洋館というかね、うんうん、こういわゆるなんかこう殺人事件が起こりそうな洋館がセットで構えられてて、うんうん、でなんかそこがからね始まっていくっていうところもあってさ、はい、うんうん、あのだからチョコプラのなんか一つのこう、うん、持ち味としてやっぱ小道具小道具っていうのがね、うん、あるとして、もう一本目からもう全開というかすごかったね、うん、小道具小仕掛けみたいなね、うん、一時期あれに頼りすぎだっていう話もあったけど、もう今はもうね、いろんな手法で売れ切った結果、もうなんか一つの武器っていう感じでね。そうね、うん、あのネタとかね、ポテチの袋を開けあれ超有名だし、おさんさんもあれが割と最高傑作、はいはい、うん、チョコプラの今度最高傑作言ってる。そう、あれ元のも子もないものっていうのが。うんいいよね、発明品がね、うん、あるとか、まあまあ、あの本当にね、全部で何本のコントでしたっけ、7本ね、コントあって、うん、まあ、6本はまあちょっと短い、多分5分10分ぐらいのコントで、うん、最後のネタだけがまあ30分ぐらいやってたのかな、うん、結構長かったコントだから、うん、だけどまあ本当に全部まあバカコントですよ、本当に、うんよかったね。よかった。うん、バカ笑いするしかないっていうね、うん。どうでした？まあ1本目の話でさっきしましたけど、うんうん、まあ、2本目とかもね、うん、なんからしいなっていうかさ。そうね。いや面白かったね。面白いね。うん、こういうさ、まあまだこれ配信がね、今後ライブで見る方もいるかもしれないから、かちょっとまぼかしつつ話していくと。はい、結構そのね、まあこれもなんかこう、うん、もうタイトル出た時点でなんとなくまあちょっとワクワクするものはあったのと、なんかこう、うん、よくやってるそのなんか架空の名前をやっぱ言い合うみたいなやつ、うんうん、ね、ね、うん、ノリがね、そうそうそう、うん、通じてて、あ、これも持ち味見てるなっていういやね、なんかこう皮肉ってる感じがいいよね。あ、そうね。あ、そう、それもあるよね、確かに。うん、この一本目もそうだし、確かに、なんか、その、ね、こう、そういうグッズをね、うん、こう、ちょっと小バカにしてるような感じがあったりとか。便利グッズを小バカにしてるみたいなのもあるよね。そうそうそう。便利グッズが、すごい不便利なグッズになってるっていうのを、便利なように見せるっていうか、うんうんうん、非常に複雑なね。うん、ここがなんか好きだなと。そうね、そういう謎の職業の人たちちょっと皮肉ってる感じもあるし、なんかね、そうそうそう、貴重がってるけど本当そうなのかみたいなね、常識を疑えてるの勝手にちょっとね、私はメッセージ性を
ノープのメッセージ、それは。それはさ、常識を疑うな。今後の全てのコンテンツから常識を疑うのメッセージを抽出していくつもりかな、もしかして。単純に私の中に残ってるメッセージが反応してるだけ。思い起こされただけ。そうね。確かに。それは面白い。まあ確かに皮肉なところあるね。ちょっとね、こう、毒っ気というかね、2本目もなんかこの、なんかおしゃれなだけの店を皮肉ったりとかさ、言ってたね。そうそう。写真映えするだけの料理を皮肉ってたりとか、あと写真をね、撮らせてくれるっていうさ、あれさ、去年じゃないな、今年見たの東京03のさ、ネタでもさ、あったんだよね、そう。写真をすごい撮らせてくれる、あの、ウェイターさん。そう、ウェイター飯塚さんの、ね、うん、あれやっぱなんかね、こう今気になるのかなと思うよね。そうね、確かに撮る撮られるみたいなね、うん、これやっぱノープノープなんじゃないかな。本当だ。ノープの余波がすごいんだよ。すごいね、残っちゃってるから、かね、いやまあ本当に面白い、まあね、3本目のね、うん、ネタ、まあこれもなんか洋館のセットらしいネタだったんだけど、うんうん、まあくだらないこと、くだらなかったね。そこ繰り返すのかっていうさ、なんかさ、そんなとも、そこ、そこが面白いと思って、こう、繰り返し続けるっていうのはさ、うん、不思議なというかさ、なんか、いや、やっぱこういう勘の鋭さみたいなのが、こう、須田さんってすごいんだなって思うね。しつこくしつこくやるところがさ。そうね。それでなんかもう、もうさ、欲しくなっちゃってさ。そうそうそう。もっともっとって。そう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 。これもなんか終盤はね、そのなんか、うん、結局やっぱそのだんだん舞台の外にさ、うんうん、こう世界が広がっていって、うんうん、照明までもがさ、うん、こうあのいわゆる一つのね、ネタの要素の一つになっていくっていうさ、うんうん、あの逸脱の仕方って、うん、なんかいいな、面白かったね、面白い、うん、すごい、うん、よかったな。でもこれもやっぱりちょっと皮肉ってるかなって思っちゃって。皮肉ってる。何皮肉ってたこれは。いやなんかその、まあ、これが仮にドラマ、うん、ドラマだった、ドラマだったり、うん、映画はないかな、うん、ドラマだよね、多分ね。ドラマで、その、明らかにそんなわけないだろってタイミングで、なんかちょうどいいそれっぽいから。そうね、演出がね、うん、そう、殺人、ミステリー的なところでね、そういう、いわゆるベタな演出が起こる。そうそうそう。なんかそれを長田さんの目から見ると確かに、ね、こうなっちゃうのかなみたいな、それがねなんか面白かった。あ、それ多分着眼点そうだろうね、多分ね。で、こうなるわけないじゃん。そう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 、そういうなんかね、そういうちょっとこう冷静な。そうだね、うん、確かにな、長田さんそういう目線は間違いなくあるね、うん、確かに。なのかなって思ったらなんかね、すごいいいなって。確かにいいよねやっぱね。うん、そうなんだよな。これあとさ、まあ、これさっきのネタもまあでもそうだけどさ、やっぱ松尾さんってさ、うん、まあ、突っ込まないねっていうさ、とにかく。そうそうそう。そうだよね。もうその、繰り返すとかさ、うん、驚くとかさ、うん、乗っかるとかさ、うん、やっぱこれってやっぱチョコレートプラネットらしさだなっていうか、なんでだよみたいなことをさ、うんうん、いうネタ、まあ、初期は結構あったかもしれないけど、うんうん、もう最近は全然ないもんね。突っ込まないっていうさ。うん、音ぼけ。音ぼけだよね。かわいいよね。かわいい。それがね、変な声だしさ。なんかそこが好きやね。そうだね。なんかこう、彼になら何でもこう、通っちゃうんじゃないかと思わせるさ。そうそうそう、愛嬌っていうかさ、うんうん。よっぽど変な設定でも、うん、なんか通ってしまうようなさ、うんうん、そうそう、フェアリー感。うんうん、あるよね。あるなと思ってね。そこがいいね。その最たるものがさ、やっぱ4本目。これめちゃめちゃ短いコントでね、これ多分テレビとかでも結構やりやすいコントなんだけど、今後ちょっと見れない。あ、でもオチが結構派手だったからさ。あ、そっか。そうね、確かに。あれ、おーってなったけどね。舞台を大きく使ってたから、ね、うんうん。だからね、いや、すごいいいネタ。だからこれは結構まあ、うん、割とベタめのなんか設定というか、その一つのことを、うん、言おうとしてるのに他のことが気になってっちゃうみたいなって結構まああるんだけど、うんうん、なんかやっぱチョコプラがやるからこそなさ、うんうん、面白みがあったよね。あったあった。なんか本当にああいうやついたら
面白いだろうなみたいなのがね。そうそう、うん、見つかってなかっただけの変なやつ、ね、そう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 、いや面白かった、ね、面白かった、うんうん、そうそう、だからなんかそれがすごい良かったし、うん、このネタは長田さんのがツッコミだよね、まあ珍しく、ああうんうん、そっかそっか、で、唯一ぐらいじゃないツッコミがあるネタっていうか、これぐらいな気がする、今回ながら。え、でもさ、2番目も一応ツッコミっていうか、ああそうね、一くだりね、そうそうそう、一くだりはあった、そう、一くだり、そうね、全体で言ったらこれか、そう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 、でもあれはもうボケでもあるっていうか、そう、確かに、あれを指摘すること自体やってるやつが変っていうボケだから、そうそうそう、チョコプラってやっぱその本当にボケツッコミが失われて以降の中で本当に相当新しいことをずっとやり続けてる人、うん、なるほど、うん、大事だなと思うしね、長田さんツッコミすごい好きだよね、俺結構よかったよね、うん、なんでだよ、さ入っちゃってるのにネタもさ、あれやっぱ長田さんツッコミ入っちゃってるだろって、ね、確かにそれそうだね、そうそう、ちょっとそのボケ半分ボケ半分ツッコみたいな、うん、内村照吉的な、うん、うっちゃん的な不質感があるっていうかね、ちょっと笑いながらツッコむ感じ、うんうんうん、あるっていうのがね、ちょっと、うんうん、あのこの竜宮の使いのネタ、うん、竜宮の使いのネタね、うん、それは言っていいのか、言っていいかな、うんうん、っていうネタで変えてたんでね、よかった、で5本目が、うん、これもド派手でしたね、これもお金かかってるというか、う ね、うん、ね、何が起こるのかなって思ったらね、予想だにしない展開にね飛んでいった、うん、まあ、これねレーザーっていうねネタだけど、うんうんうん、なんか考えられうる中でやっぱり、うん、もう全部のことをやったっていうかね、ね、うん、うん、まあ、バカバカしいネタだけど本当にね、うん、そんなわけないじゃんっていうのもね、なんかね、あんなにね楽しそうにやられて、そうそうそう、楽しそうになってくるっていう、うん、緊張と緩和がね、うん、あるちゃんとあるそうね、これは本当に、うん、でこの終盤に向かうことだ、5本目もはめちゃめちゃ、うん、めちゃめちゃバカなネタというか、うん、もしもピアノが弾けたならっていうね、はい、うん、これはね、もう本当に永遠に多分やれるタイプのネタだと思うよね、これ。いやー、ただただ面白かったね。これはメッセージ性は感じ取ってない？いや、ありますよね。ある？メッセージ性ある？なんかこれも、これもこう、分かりやすくしようって。でこういろいろ試行錯誤したら逆に分かりにくくなったっていうやつでしょ、あ、それの皮肉でしょ、あるかも確かにやっぱ世の中さ、うん、そのなんか便利にしようとしていくしていくほど、うん、そこまでその操作とかが難しくなったりね、うん、するもんね、確かに、そうすごいねこれはそういうことだから感じ取ってるね、やっぱ長澤さんは。ありますよ。素晴らしいね、やっぱ。で、まあそんなね、うん、この5本のネタを、6本か、6本のネタを経て、うんうん、まあ最後のまあ超大作になっている、うんうんうん。これはちょっと驚くべきでね、面白みがあったっていう。面白かった。今回はそう、特筆すべき点としては、うん、初めてのね、うん、外部から の、うん、あの構成演出を入れてるということで、うん、あのヨーロッパ企画というね、はい、まあ、我々も大好きな大好きです、うん、劇団から、うん、諏訪さんというね、うん、ちょっともうふくよかでね、うん、劇団の中では結構こうちょっとおとぼけキャラみたいなのを、そうね、うん、人でもまあ結構他の作品の演出とかドラマとかの、うん、あの脚本とかも書いたりしてる人だったりして、うん、でまあその人のねちょっと協力というのもあって、うん、非常に立体的な作品になったと、うん、一本の作品、なぜ洋館にが舞台だったのかとか、うんうん、ね、
に至るまでのこうさまざまな音が、うん、あの回収って意外と珍しい気がするよね。あ、そうなんだね。うん、そっか。なんか全部がこう連なって一つの物語とかあるけど、うん、最後のさんとかもそう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 、ね。特にね、この間の単独はもう完全に一本の続きものだったって、うん、なったりしたし。うんね、でこうまあ結構いろいろ本当まあ特にラーメンズとかね有名な動画です、うん、ラーメンズとかやっぱりそういうストーリーコントだったし、うん、あとカモメンタルとかも結構ストーリーであったりとかしたりして、うんうん、でもねまさかチョコプラがこんな風に、うん、でなんかね単純なちょっとストーリーじゃなくてちょっとこうひとひねりがあったというかね、うんうん、ここまであった矢印がちょっと逆に向くような矢印だった、うん面白いと思う。ね、面白かったね。ちょっと感心してみちゃう。うん。感心、ね。感心し。ほうと思って。うんうん。なんかヨーロッパ企画の芝居もすごい、まあ小道具、あの発明家の人がいたりさ、ヨーロッパ企画さん。大好きな堺さん。ヨーロッパ企画あれ全員あれですよ、四畳半タイムマシンブルースに声優として。え？参加してその中村祐介が書いたヨーロッパ企画の面々みたいな人も出てくる、うん、全員なの全員ほぼ全員石田さん酒井さん、土佐さんへえ本田力もえ力はあのそうそうじゃない田村君だと思うよ、うんうん、もう一人本力として出てくるやば私の大好きなうちの力うちの力って言ってること言わないでください力好きやもんな大好きです ね, ねやっぱりそういうね丸いねちっこいそうぽよぽよしたが好きな好きなっていうね、うん、いやいや長野くんもね絶対で上田さんもいたかなえそう上田さんもいた、そうちょっと見なきゃいけない、うんまあ、そのスモさんいなかったの確かにえ残念ながらそう。沢さんこそキャラデザインいいけど、ね、いいよね。めちゃめちゃいいやん。リノベでも。リノベでもいいあの、おでん屋のね。ほぼセリフないけど、うん。ないね。ノンバーバルおでん主義としてね、やってるけどさ。そんなね、沢、うん、さんが意外にもこういう見せ方として。ねうんうん、面白かった。いいなと思ったね。やっぱこういう交流がね、うん、生まれていくってね。ヨーロッパ企画で一緒にヨーロッパ企画の番組、あのチョコレートプラ番組やってたりしたから。あ、そっかそっか。そうそうそう。それでつながりが。そのつながりでね。へー。あるから、うん、そういうゆかりとかもね、踏まえてやってる、うんうん、いいなと思ったね。うん、吉本のライブヨーロッパ企画ってすごいなんか不思議な感じで、うん、面白かった。ね。え、ちょっと SF っぽかったよね。あ、そうそうそう。確かに。あ、そうだ。それ言ってたね。なんだけど、一回一回にちょっと下りがね、うん、あるんだけど、それも本当面白いんですよね。うん、本当にね。これやっぱ言ってもいいと思うけど、首絞めっていうのが一つキーワードに。そうね。TikTok に首絞めを上げるとか、結構野蛮な、ね、ネタではあった。その中でね。うんこう場面場面がこう、うん、変わっていくんよね。そう。ちょっと暗転して、なんか妙な音がそうそうそうなっていって、なって、一、うん、つの下りが終わって、またちょっとリセットされるみたいな感じのネタが多かった。そうそうそううんうん。だからそれを私はなんか SF チックだなと思って、何かこう、本来の正しい流れの中で、ちょっとこう、逸脱したことがあると、それをこうね、そうね、修正しよう大いなる存在によってやろうそうそうそうっていうのが働いたみたいななんか不思議さがあったなっインターステラーみたいな感じ取りすぎなのよやっぱりそれちょっとね深読みしてた感じ性がね、うん、まあそういうことだよねでも長田さんはさあの世界の神なわけだからさ、うん、ああやってこう修正しているっていう視点では確かにそういう SF とも取れるコントライブっていうのは、うん見れば俯瞰で見れば見るほどその、うん、作者の作ってる一つの宇宙なわけで、うんうん、一つの世界なわけでっていう点ではその目線を最後長田さんが、うん、こう長田さん自身として解釈したっていうのが、
結構 SF っぽいってのは話してて今思ったけど、うん、そうかもしんないね。そっか。あ、そうだ。コントライブって SF かもしれない。どうしたの？そっか。それこそ空気階段なんてさ、ほとんどさ、自分たちみたいな人たちじゃん。うんうん、もぐらくんももぐらくんでさ、うん、塊も塊って感じだけど、でも違う人たち、うんうん。最後まで塊は出てこない。うんうんうん、でもチョコプラは最後に、長田さん自身が出てくるってことを、長田松尾が出てくることを選んだっていうのが、なんかすごい面白かったなと思って。確かにね。タレント的でもあるじゃないですか、もうチョコプラって今回。うんうんうん、そういう人がやる単独としてはめっちゃベストな気がした、うんね、全部を違う人じゃなくて、うん、あの人たち自身でもあるっていうのがね、うん、思いがけの解釈やっぱね話すと湧いてきますねいろんな、ね、解釈がなんか昨日みたいなこと言ってた、ね、言ってた言ってたそうあとこれにもやっぱりメッセージ性ありました、ね、ありましたこれメッセージ性はい、うん、これどんなメッセージ性ありましたかバズることを優先しすぎて危険な行為をしないようにっていうそれねノープとも通じてノープのメッセージで全部ここにも入ってるでもそうそうでしょそう事故とか起こってますか起こってる確かに、ね、バズろうとして本当にそう愛知でね、ヌートリアを食べたベトナム人が逮捕されてましたよね。YouTube で。ヌートリアってなんだっけ？あの、化け物ネズミ。そう。そう。やめなよ。そう。そういうニュースもあるからさ。いいね。やっぱ本当に生田さんって本当にね、はい、見てる世界がね、本当に、うん、ちょっとね、ファンタジーな時あるよね。ちょっとやっぱりね、妙、うん、なところでね。いいよね。その、本当に、やっぱ違うものをね、交わし合うことでやっぱ、生まれるものを、このクラゲの人々通信だったら、大事にしていきたいなと思ってる。そうね。そういう意味では今日はだいぶいい回だったと思う。いや、面白かったね。うん、ことですよね。はい、まあ、そうで、そのね、総括をするならばですよ、はい。やっぱりランジェタイに関しても、チョコプラにしても、うんうん、もうしつこい、とにかく。そうね。そう本当ね。本当に。うんうん何回もやるっていう、ねうんうん、しつこさの美学みたいなのをものすごい感じる、はいうんうん、やり続ければなんとかなるみたいなところでもさ絶妙にね、うん、こう超えてくるっていうかさもういいよ感うん、うん、出てこないよねなんかただただ笑ってしまう、まあ、お腹痛かったお腹痛いそうそう同じことしつこくやられるとやっぱ笑っちゃうんだよね。笑っちゃうよね。うん、やっぱこの同じことをやるみたいな、うん、のって結構2000年代入って、まあ、そのキングオブコントがすっごいそういうネタばっかりになった時があったよね。その、うん、同じことを繰り返すみたいな。今またちょっと違うところまで来てるけど、うんうんまあ、それをね、すごいチョコプラは、うんまあちゃんとこう自分たちの面白さとしてやってるし、うん、松本さんに受けるためにやっぱあれをやってたわけじゃないんだって俺たちはこれが面白いと思ってやってるんだっていうこと、うん、まあ悪ノリっぽいところもね、うん、いっぱいあるしあるダンスタイムもねあれがねちょっとキャラが被っててね誰とですか好きな人さんですよ本当にちょっとね見せない一面だからね月の人さんと暮らしてみないとわからない一面ですもんね、はいうん、やっぱちょっとかぶってるダンシングボーイだからね結構そう、うん、踊ってるよね踊ってる本当にいいねへってみんな踊らないのかなよらしいよ、うん、噂によるとそう私も家で全然ミュージカルやってるやってるよからだからそのお互いね、うん、踊りダンス経験者だったからさ家ダンスの経験者だったから妥協、ね、があったんだろうねそうそうそう、うん、やらないらしいマジか、うん、みんな踊らずしてどうやってんだろうそんなにこう踊る必要のないテンションなんじゃない我々テンションが溢れすぎてダンスしてるの、うん、やばいねちょっとね、うん、喜怒哀楽が激しい激しい
まあまあ、でもまあ踊り続けてやっていきましょう。しつこくね、それこそしつこくやり続ける、ね、はい、面白くなりますか、うん、というところで、はい、はい、まあ、今週は、はい、お笑いライブについての話をね、うん、しましたが、はい、まあ、来週はまたちょっとテイストをね、うん、変えて、はい、映画特集を、映画を、うん、どの日本か、はい、交互期待でございます。楽しみに、はい、ではありがとうございました。ありがとうございます。